マキアキラは愛知県西尾市出身のバスケットボール選手である。ポジションはシューティングガード。愛知県西尾市生まれ。小学校4年生の時に NBA 選手のアレン・アイバーソンに憧れてバスケットボールを始める。小学校6年生くらいから本格的にプロを目指し始め、西尾市立西尾中学校3年生の時に渡米し、 カリフォルニア州サンタクルーズハイスクールへ留学し、短大のモントレーペニンシュラカレッジを経て、そのまま州立大学に進学して、同校のバスケットボールチームでプレーした。卒業後の2015年7月に NBL レバンが北海道のワークアウトに参加して、合格し、7月29日に同チームと入団契約。2016から17シーズンはチームの副キャプテンを務めた。 2018年8月23日の練習中に、負傷し、左前十字人体断裂と診断され、2018年9月29日から2019年4月17日まで、故障者リストに登録されたため、2018から19、シーズンは1試合のみの出場となった。2019年6月21日に、横浜 B、コルセアーズへの移籍が発表された。 2019から20シーズンは36試合に出場して1試合平均出場時間6.0分、1試合平均得点2.0点。チームの不振でシーズン途中でヘッドコーチが変わる環境の中で牧自身も出場時間を伸ばせない苦しいシーズンとなった。2020年4月に横浜からの対談が発表され5月に古ス レワンが北海道への遺跡が発表された。ありがとうございます。